この写真に目の錯覚があるって信じられますか？昭和の大改修で判明したんですが、法隆寺、五重の塔は左右対称じゃないんです。もし五重の塔を左右対称にしていたら、背景の山や隣の金堂との兼ね合いで姫路城のように傾いて見えるはずだそうです。むしろそっちが目の錯覚なんですが、その錯覚分や全体の構造を考慮してか左右非対称になってるそうです。ということで、こんにちはこんばんは、岐阜のハバキやよ。今回はお寺に行ったら見てほしい小ネタです。最初はやっぱり庭園。有名なのはこの2つ。本堂正面に巨大な池を配置した浄土庭園。水を一切使わない枯山水。枯山水の中央にある巨岩が趣味泉です。仏教世界の中心にある巨大な山で仏様のいる場所です。その頂点が有頂天。最高の喜びの瞬間なんかで例えられる至高の場所です。お寺によって違いがありますが、その時代そのお寺の宗教世界のミニチュアが枯山水です。次に五重や三重の塔。塔はもともとストゥーパというサンスクリット語に由来していて、釈迦の遺骨舎利を収めた墳墓のことです。ストゥーパを漢字で外場と書いて塔場と略された後、さらに略されて塔になったと言われています。名のある方々のお墓の近くにある五輪塔も外場です。宗派にもよりますが、お墓に建てる板を外場や塔場と言いますが、あれも五重の塔の簡易版です。五重の塔といえばちょっと残念な話もあって、どこかのお寺で焼失した五重の塔を再建しようとしても建築基準法が出てきてコンクリートが必要になるそうです。東大寺には七重の塔があったそうですが、お金持ちの誰かが完全な再建を望んでも法律のせいで鉄筋コンクリート製しか作れないそうです。楽しい話に戻りましょう。見えない場所ですが、柱と梁はこんな関係になっています。これがすごい職人の知恵。釘を使わないから生まれる耐震設計です。柱と梁は別々の動きができて地震のエネルギーを発散してしまいます。柳に雪折れなし。力を受け流して致命的なダメージを回避します。法隆寺五重の塔も各階が固定されていないので、各層がバラバラに揺れることで振動を発散させていると言われています。そして心柱が貫抜きのような役割を果たしていて、全体が致命的に大きくずれることもないんです。建物を見るならここは外せないです。日本建築美の真骨頂、反り。もちろん中国の建物にも反りがあるんですが、やりすぎ感がすごいです。日本に入ってきた直後の禅宗用もすごい反りがありますが、本家がかっちかちに固めた原型を絶妙に崩すのが日本式です。文字も崩して美しさを追求してますよね。反りも同じです。日本人の美観に合う絶妙なラインに調整する。ここも大工の腕の見せ所です。この反り、構造体としては何の役にも立ってないそうです。でも反らせるんです。美しいから。この反りの有無だけで建築技術も計算もめちゃくちゃ難しくなるそうです。でも反らせるんです。美しいから。この反りを生み出すためにヒエンタル木というものがあります。お寺の天井ってこうなってますよね。こうやって軒を伸ばして雨が多く高温多湿な環境に対応しています。乾燥している大陸の気候なら軒が短くても問題ないですが、日本は雨が多いので雨水や湿気で木が早々に腐ることを防ぐためと言われています。こちらをそのまま伸ばせそうですが、長い棒ではポキッと折れるので、ヒエンタル木で反りを調整しながら屋根を伸ばしています。そして
良い大工はここでも嘘をつくそうです。例えば中央付近を5寸の等間隔にするとしたら、端では5寸1分とか2分とかに広げます。等間隔にしてしまうと反りによる錯覚が起きて、たるきの間隔が詰まって見えるので、そのズレを調整して綺麗な並びに見せる大工の嘘です。このたるきの中でもあったらラッキーなのが扇たるきです。単純に建物の頂上からたるきを扇形に出すだけですが、扇形に出した上で下から見たら断面がまっすぐにならないと美しくないんです。先ほども言いましたが、角に近いほど微妙にずらすことも考慮します。一番角の一番弱い部分まで支えることができるので構造としては合理的ですが、角のたるきは 1.4 倍近い長さになったり密集するので、木の使い方にものすごい工夫が必要だそうです。これができる大工さんは腕と頭がすごく良いそうです。それらを含めてあったらラッキーな建造物が多宝塔。極端に言えば五重の塔は同じものを少し小さくして乗せるだけですが、多宝塔は四角の上に円が乗って、さらに四角が乗ります。まずこの深円を作るのがめちゃくちゃ難しいそうです。そして構造も普通ではないです。円筒部分、ここ曲がりながら支える組木、そしてその円筒の上に四角い屋根を乗せるための組木の複雑さ、これは飾りやなくてこうでもしないと軒が伸ばせないけど、現存する最上級の組物、寄手先の上に長いのでルナティックすぎてコントローラーを投げつけるレベルだそうです。まさにスズメと大工は軒で鳴くです。この多宝塔は岐阜県関市下の方にある日龍宮寺さんで、両面宿儺が回帰したお寺としても有名ですが、多宝塔は北条政子が作らせた非常に良いもので、釘でさえ集めて鍛え直せば刀が作れるような最上級品。これで扇たるきだったら修復できる大工さんも何人いるかという代物らしいです。他にも土なのに雑草一本生えてこない壁、100年腐食しない柱など、いろいろな秘密がありますが、足を止めてみてほしい日本建築美の豆知識お寺編でした。お情けちょうだい、登録ちょうだい、チャンネル登録ありがとう。わかりにくかったらコメント欄で教えてください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回もぜひぜひお付き合いください。